今回の番長チャンネルは前回に引き続き科学技術館ツアー第4弾、子どもレポーターの山口朔太郎くんと一緒に科学技術館の魅力を今回も楽しく紹介。すごい、すごい。気分はまるでハリウッドの映画スター。360度のモーション撮影や、ほらもうちょっと酒飲んでる。すごいね。SF 映画のホログラムのような記念のフォトプレート作りなど、わあ飛ばしてる。今回も驚きの科学の世界を体験しちゃいます。すごい記念になる。今回朔太郎くんたちが向かったのはものづくりの部屋。こちらの部屋ではものづくりの現場で活躍する装置が多数展示され、実際にものづくりを体験することができるんです。前回はこちらの部屋でレーザーを使ったオリジナルの定規作りに挑戦。落ちてきた。イエーイ。世界に一つしかない自分だけのオリジナル定規に朔太郎くんも大興奮でした。今回は何を作るのかな。3D プリンターでこの部品を作って、でそれをね組み立てるとこういった万華鏡ができます。部品を 3D プリンターで作って、それを組み立てると綺麗な万華鏡ができるんだそうです。この万華鏡の組み立てに朔太郎くんが挑戦。うまく組み立てられるかな。入った。で、この中にパーツ。説明書を見ながら夢中で組み立ててますね。できた。お、見える見える。サクサロクも見える。奥に？見える？お見事。こうやって簡単に楽しく万華鏡が作れるんですね。朔太郎くん、ものづくりの部屋はどうでしたか？なんかあれ、万華鏡とかそういうの作れるのが面白かったし、そこら辺とかで実際になんか見て作ったりとかそういうのも面白かったな。一番お気に入りはどれですか？こちらおすすめはこれ、定規とか見るのね、生産台が見えるやつで、それが一番楽しかったです。ぜひやってみてください、はい、感想だけではなく宣伝までバッチリ。朔太郎くん、さすがです。続いて朔太郎くんと葉山が向かったのは、何やでかっ、何やら近未来感が漂うコーナー。一体何ができるのでしょうか。カウントダウンするので、何かね好きなポーズをとってみてください。3、2、1。おー、あー、いろんなところ、ここも全部撮ってる。その通り、こちらでは全部で30台のカメラが自分を撮影することが可能なんです。だからこのように自分が普段見ることのない後ろ姿などを見ることができるんですね。今度は葉山とジャンプした瞬間を狙います。あのリーブス知らないか、まあ、それはさておき、子供も大人も楽しめる素敵なコーナーでした。そして最後に朔太郎くんたちが向かったのはこちらの特別ブース。こちらでは写真が光るオリジナルのフォトプレートを作ることができるんです。
作太郎くんもパパとママと一緒に記念撮影。どうでしょう。写真で。ありがとうございます。撮影した写真をレーザーで加工する様子も実際に見ることができます。撮影から20分程度で記念のフォトフレームが完成。SF 映画に出てくるホログラムのような科学技術館の思い出にぴったりの素敵な一枚が出来上がりました。今日は科学技術館2回目いろいろリポートしてみたけど、どうでしたか？なんか前回夏の時に行った時とはなんか別のいろんなのがあって、目とか耳とかそういうのとか多かったり作ったりとかしたのがあって結構楽しかった、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。西田さん、科学技術館のご案内ありがとうございました。作太郎くん、前回に引き続きレポートありがとう。